うん、結構ね噂には聞いてたんですよ、のえちゃんってスバルちゃんのアヒージョらしいみたいな。いやもうアヒージョではないと思うんすけどね。あ、そうなんですか。程よい距離感を保ってるつもりではあるんですけどね。そうなんだ、こう逆にこう押してるからこそあんまり深い関係にならないように気をつけなきゃなみたいな気持ちもあったりするんですか。いやなんかこれって本当に難しくて、うん、団長もやっぱホロライブ入った時に、まあ、これもなんかホロライブ入るきっかけかな、なんか、まあ、いろんなホロメンがいていいなって思って、うん、ただスバちゃんは、うん、なんか初めての感情でそう、あの今まであのリアルでもなんかこうゲームとかアニメとかでもすごいそんな激推しみたいなグッズを買ってまでなんか推すみたいなのがあんまなくて、うん、はいはいはい。でもノエちゃんそれってなんか聞いてる限りだけど恋だよ、はい、恋いや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 なんか恋だよそれ。ややこしくなっちまいますそれを言われると。一目惚れなんすか。コメント読んで、コメント一目惚れやんって書いてる。そうだったんだ、不思議っすよね。もうなんか言い表すのをちょっと諦めてしまいましたが、でも聞いててこうやってこうアヒージョって生成されてたんだなっていうこうなんだろう、工場の見学に来た時みたいな気持ちになって今で今ねこの話聞いてて僕にはすごく複雑なものが今あの心にあのわだかまりがあって、それをちょっとのえちゃんにも伝えたいんだけど。え、なんでしょう。うちにカナタンがしょっちゅう遊びに来てた時期があって、その時にいつもカナタがノエルは僕のこと絶対好きだと思うんだよねずっと言ってた、ずっと言ってて、あ、そうなんだみたいな。いや、ノエルはあの他にもいっぱい人がいるのに僕の隣にしか来ないんですよって言ってて、あーノエちゃんそっかそっかってずっと聞いてたのだから今なんかすごいいろんな気持ちが入り乱れて複雑な気持ちになっちゃって、あーなんかねそういう間に入っちゃった感じな気持ちでね。そうそうそう、なんか僕の聞いてた話ではノエルはカナタンのことガチ恋勢でもうそういう印象だったから、蓋開けてみたらあれあれカナタの言ってた話となんか違うかなみたいにはなってる。いやでもカナタンはでも、うんうん、それはね結構団長本人にも声が届くようになんかアピールをしてくれててあの一時期結構配信とかでもなんか言ってくれてたみたいで、うんうんうん、団長絶対僕のこと好きだよねみたいな、僕に話しかけてくれてみたいなそう、まあ、聞いてたんだけど、うんうんうん、そうなんかでもね、あ、いつだっけかな、なんか、うん、そう、団長がまあそういう結構スバちゃん推しになって、はい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 、スバちゃんのことを話し始めて、うん、ちょっとしてから、なんか、あれもしかして団長、スバル先輩のことかみたいな、なんか、そういう、なんか、あの配信で、なんかそれを言ってるのも、なんか、小耳に挟み、ちょっと。修羅場になってるじゃん、ノエちゃん。うん、でも、かなたはでも確かに、あれなんですよ、もう本当にやっぱスパダリ、はい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 、話しやすいし面白いし、うん、そうだよね、めっちゃ好きなんですけど、うんうん、でもやっぱ違うやっぱ好きだねあるなっていう感じで、そうなるほどね、カナタでもなんかカナタに行ったことがある気がする。え、そうなんか、うん、いいやつだけじゃなんか上には行けないんだよみたいななんかなんかそんなことをなんか言ってことじゃなんかカナタンが団長僕のこと好きだよねみたいな言った時にカナタンみたいな優しいだけじゃダメなんだよみたいな言ったらカナタンすごいうえー団長って言いながらそうかけてった話をなんか思い出しましたね今。ほんのりと振ったよねすごいほんのりと振ってるな